中央バイパス、愛知県蒲郡市蒲氷町中央バイパスは、愛知県蒲氷市の市街地を迂回する国道247号バイパスである。海岸沿いや三谷温泉を走る2車線の国道23号をバイパスする役割を担い、国道23号蒲氷バイパス蒲氷 IC と国道23号原動重納交差点を連絡する。東側区間は、 三谷町の JR 東海道本線のガードの南から重納交差点まで1970年代に早々に4車線で開通したもののその後の進捗はなく2002年のラグーナ、釜堀本格開業に伴う交通量増加や釜堀市民病院移転に対応するため2004年に水竹町から JR 東海道本線ガード南まで先行開通した 西側区間には改作トンネル工法と呼ばれる地方の道路建設では珍しい工法を採用したトンネルが完成した。トンネル付近に5世紀頃の嵐古古墳群があったため、市の発掘調査の後移築させた。2017年11月25日に全線開通。2008年3月24日付東日新聞、AB 国道247号中央バイパスが全線。 開通します。釜マ市。2017年11月18日閲覧。国土交通省道路局道路開通情報。ありがとうございます。